界の祠。ん？これあれじゃないかい？あいつじゃないか？さあ、南西の祠をクリアして残り3つの祠。あ、3つの祠やらなくちゃいけないのかな。結界の祠と進んでいく。ね。ギガデーモンだ、ギガデーモンだったのか、やっぱあいつ。第一の結界を破って、次はそこに行くんだね、相手。相手そこに行くんだね。もっと他のとこいたじゃん。いや、先にちょっと言っておくんですけど、私、相手の一体は見えてるんですよ。その相手の一体を僕、過去の生放送でちょっと使ってまして、その技も知ってるんですよ。なんでちょっとね、この火に強い炎の戦士と電電流を押してま、押すことにしました。多分、とあるその一体が炎攻撃を使ってくるんですよ。さあ、敵の HP は3273。もうね、なんかね、驚かなくなってきましたよ、この HP の高さ。あ、やっぱいる一体。なんだ右。誰、あの右。知らない方がいますね。おっと、なんだお前。スモールグル。あー、いるわ。エビルプリーストですね、真ん中ちなみに言いますと。そのエビルプリーストが真ん中いるんですけど、スモールグル手下にいるわ。そういや。さあ、このね、ザンマ刀によるビッグバン。光爆発属性。行ってこいよ。ほいのー。いいね。右のやつはアンクルホームの位置がヘルバトラーだよね、あれは。で、真ん中にいるのはね、17時間の生放送で実はかなりお世話になった。もう、はぁーん挑発のやつに殴るかよー挑発のやつに殴っちゃダメだよ。来た、分裂、これが怖い。いやー、打撃体制なんとか、打撃体制なんとか補って、お前はヘルバトラー、おたけび。あ、おたけびなんてあんの？あ、新規モーション。え、あ、攻撃なの？あ、ダークドリアみたいなね。メラミ来た。これなんですよ。エビルプリストはメラミを使えるんですけど、炎耐性をめちゃくちゃ高めて、主人公には、主人公が一番痛いかな？主人公に飛んでるね、今。三日神の盾を装備させてあるんですけど、ガードしなかったです。はい。三日神の盾を持っておいたんですけど、今ガードもしなかったし、不思議な森の無効化もしなかったです。私の考えがね、無に帰りました、今。私の考えで、はい、こういうことですねって言いたかったんですけど、それを見せてほしいですね。ちなみにこのファッションは青で好きです。この不思議なボレロと三日神の盾のね、ほい！青いファッション、これ好きなんですよね、個人的に。統一性があって個人的になんか好き。不思議なボレロってなんかさ、着こなしアイテム的にね、いい感じですね。さあ、炎の腰いいよ。しっかり当てて、さあ、こいつがホームブレイク。これはホーントレインだよね。完全にホーントレインじゃねえかよ。うん、炎の戦士に行くか。やっぱり一番打撃、はぁ、ホーントレインだもんな。そういや、あ、そうだったな。魔力アップ。これだね、魔力覚醒と同じですね。いやー、これね、強いんだよな、この技も。結構作動する。あいつは舐め回すか。でも状態上嫌だな。状態上にめっちゃしてくんな。あー、ここ全員怖いよ。あ、でも大丈夫大丈夫。怖いね。オッケー。電電流。これね、デンスケのスタンケムもいい打点になるんですよ。あ、いいね。ここは、そうだな。これで行きましょう。向こうは多分こっちの1700を削り切る手段はあんまないんで、進化の秘宝で勇気貯めます。なんでエビルプリストの前で進化の秘宝使わねえならんのだ。結構舐め腐ってますよ、これ。よく考えたら。エビルプリストの前で進化の表を出してますもん、こっち。原作的に考えると、めちゃくちゃなことしてますね、僕。原作崩壊。さあ、ビッグバンを3発目。いくぜー。はい、ドン！いいよ。勇気溜まるかな？あー、まあ、ギリ溜まるかな。電電流で、当てどころによってはって感じなんですけど、おたけびで、まあ、精神的行動不能には基本的に、電電流強い方なんで大丈夫だと思います。アンラ、アンラがなるかい。魔力アップですね。はい、2回目の魔力アップですね。大事なことなのに2回してますね、こいつ。よし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 、ずっと魔力アップする。さあ、デンスケのこの何が出る。買い抜きか。2体当てろ。おっと、2体も当てたか。あい、勝った。よし、危ねえ、危ねえ、勝った、危ねえ、勝った、危ねえ、危ねえ。よし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 、いい采配、いい采配。よかった。結構アンバイに勝ちましたね。さっ
きのがそもそもさっきのがねギリギリすぎたんですよ。まあさっきは男性だったんで今度は女性にしてみました。はい、ブロッコリーヘア、公式の呼び名です。ソフィア行ってこい。さあみんな集合何回集合すんねやこの戦い多分この戦いであと何回か集合することになるんでしょうねこいつら残り681のためだけにミラデインを撃つ下道。まあ比較的なんか余裕がありましたねこうしてみるとね。まあこっちがね結構相手のことを理解してると体勢が上げやすいんでね。はい、三日目を取ったボレロが完全に腐りました。後悔はしてません。おめえの顔なんなんや、その顔なんやおもろいな、湧いとくまへんか。魔族の王、いやもう来たかなあ、来てもうたわ第7章にしてもう魔族の王来たわ。あれ残り2つの、あれ2つの祠どうしたんすか。あれ残り2つの祠どうしたんすか。すべての結界、いや破ってない破ってない破ってない、2つ2つまだ2つよまだ2つしか破ってないよ君。導かして魔族が聞いたように最終点、あれ到達するの。多くの悲劇を集めてなんか2つスルーされてません。アンドレアルとかスルーされて、アンドレアルの無念を晴らすべくドラゴン集結。いやいやこじつけなんだよなアンドレアルの無念とか言ってますがこじつけですよどう見てもさあ本当に相手は魔族のねデスキャッスルところでね、よくよく考えたらこれゲマの場所なんですよね元から言うと。はい、そのデスキャッスルでねピサロと対峙しております。ロザリーヒで対峙しないあたりねちょっと原作っぽいよね。さあドラゴンとのコンビネーションだ、いくぜー、ナイス、はいです、いいよ。ピサロっていうことはもうあれですよね、もう無理に削らずにとどめ打ちすればいいだけなんで、ピサロね基本的にまあ物理攻撃で押してくるタイプだとは思います。時々ジゴスパーク打つけど行くぜドラゴン、お前はドラゴン、どんぐらい出んの、ワンズボいいね。まあでもさすがに大丈夫でしょ、こっちはドラゴンだよ、打撃高い。うん、さすがにね、さすがにこんなもんですよね、まあこんなもんですよね。うん、オッケーオッケーオッケー。まあ進化の秘宝を、ね、使ってね勇気の逃げ切りをしたいと思います。そんなに強くなさそうだけどな。まあね、モンバトの方でもどちらかといえばピサロは弱い方なんで、でもなんかそこそこ強くないかい。なんかもっと食らわない印象あるんだけどな。やっぱレジェンドクエストのねステータスが大体なんか 1.3 倍ぐらいあるんだよね。数値化するとねなんか 1.3 倍ぐらいあるんだよね、力とか。だからそれに関するのが大きいのかもしれないですね。あ、いや強いないや強いな。もうトルメゲンナーやってます。次のターンに進化の秘宝を使って勇気貯めたいところではありますね。さあ進化の秘宝でいきましょう、これでいきましょう。うまいこと言えばいけばこのターンに勇気貯めてもうとどめる敵で勝ちですね。さあこのターンに勇気が貯まるかどうか。あ、でも貯まりそうじゃない、結構余裕で。あ、コンビネーションでいいね、頑張れはい、オッケーよー、しっかり当てて。さあジゴスパーク、来た、たまにジゴスパーク打つって言った瞬間これだもん、にょー、結構食らうな、メタドラ結構食らったね。電気くんまとって、危ねえ、危ねえ、さあ行くぞ行くぞ、オッケー、全然効かない、知ってるんだよな、雷強いもんお前。まあでもこれでもう行きたまったね、もうゲームです何何何何、あれなんか2戦目の時あんな苦戦してたのに、なんかパッとしないですね。あ、それでいいんですかピソロさん、あんま相手を煽るなよ俺は過去の動画そうじゃん、ピサロ煽ってピサロに負けてたじゃねえかやべやべ、あーやべ、あ、頭痛が、何度目でしょうかこの映像を見るの何度目でしょうこのミナデインを見るのは何回雷は落ちるんでしょうかまあピサロかわいそうになってきた、もう何回雷落ちるんだよ、今日天気悪いな、強いな、で3340年のかこれいやピサロお前弱いな、ストーリーでもよかったけどここでも弱いのか。進化の秘宝あの使ったんね、 あなたは結局使ったのね、あのなんか7形態8形態ぐらいなんかいっぱいやったのね、いっぱいなんか形態増えてったのね君、つまり
悲しい過去を持つピサロ、まあそうだね、究極の戦士デスピサロが導かれて君の前に立ちはだかった。悲劇の連鎖を止めるのだ。本当にお前悲劇だったよ。何回変身すんねん。ところでさ、5の時にさ、次の作に出てきたさ、あいつ、あいつって2形態だったんだよね。ちょっと個人的事情を挟むことになるんですけど、実はこの日の収録の朝に別の収録を撮ってて、その日がちょっとデスピサロと戦ってるんですちょっと嫌な思い出が蘇ってます。そして今回バトルマスターということでね、ゴーストいらっしゃいますこれはもうドロンちゃん行くぜ。ピサロが悲しいね過去を背負う中、ピサロがね悲しい過去を背負っている中ね、私もバトルマスター大会の悲しい過去とね、デスピサロへの悲しい過去を背負っておりますわお互い悲しい過去を持つ者同士が戦います。行きましょう。デスピサロ HP は5600、 HP は変わってないね。ってことはやっぱり攻撃が凄まじい説はだいぶあるんで、気をつけていきたいと思います。気をつけていきたいって言っても、まあいけない時はいけないんですけどね。行くぜ影さん。影の来たよね。とにかく対戦面では安定してるんで、さあドローンちゃん行ってこい。炎のロジモンを打ち出す。はい、弱点取ってるよ。 OKOKOK、 弱点を取ってる。280で出れば十分だよ。暗黒の剣、これね、避けてほしいな。誰かしら避けそうだけどね、みんな。避けろ。よし、誰かは避けた。あ、影さんでしたか。あ、影さんでしたか。どうも、影さんでしたか。オッケー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 、ジムジム。いいよ。一体避けるだけで全然違うよ。さあ、気をつけたいのはやっぱり、まあでも気持ちでは負けないようにします。カブトワリいや、暗黒の正気、ブレスで来るか。そこブレスか。どうだろう。ね、比較的、避けれるよ。避けれるよ。にょー、ブイボニョ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 死ぬって。いや、やっぱ火力高い。ブレスそんな強くなかったもんね。やっぱ強くなってんな、明らかに。明らかに強くなってんな、お前。とりあえず、勝ち筋は見えてます。翼にさえ勝てば、賢者の石とかを使えば、勇気はいける。勝つぞ。奇跡の逆転いくぞ。悲しい過去を背負った者同士、行こうや、やり合おうや。やべ、デジャブだ、デジャブだ、やべ、だ、デジャブだ。いいよ、勝ちゃいいんだろ。よっしゃ、よし、希望を持ったちょっと若干あれデジャブだったぞデジャブだったぞ。オッケー、オッケー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 、大丈夫だ。次のターンに、4ターン目に賢者の石行こう。確実に勝利を手にしましょう。本当はなんかあんのかもしんないけどね、ここ。いや、ここは賢者の石がないでしょねえ。ドラゴンオーブとかね、ルビスの守りがあればよかったんですけど、これがないんで今回クリフトに頼ることになります。これででも1500はさすがに削れんでな。うん、さすがにね、1500は削られないと思います。はい。さあ、今度はどうだ？はい、カブトアリおい、アンラ、お前気持ちで負けて、アンラ気持ちで負けてないか、お前若干。お前若干気持ちで負けてねえか。にゃーって、賢者の石でよかったね。賢者の石じゃなかったら死んでたか、これ。ちょうど死んでるあたりになってるか。カリさん、オッケー、影さんは安定ですわ。はい、影さんだったか。ドロンちゃん、もういいわ。いいよ、ドロンちゃん。炎の呪文は、打ち出す影さん、あんたがナンバーワンだ。はい、本日もう4とか5とかそういうレベルでございます。今日もこの夕焼けに雷落とそうと思います。やっぱり最後はみんなでいいんだよね。行くぜブロッコリー行くぜライアン行くぜトルネコさあ、やはりこのね、空にまた雷が、今日も雷が落ちます。梅雨はもう明けたんですけどねよかったね。でもアンダ、お前は気持ちで負けてたんだよ。よかった、ドロンちゃんはしっかり仕事したしね。でも一番仕事したのはカゲさんかな。うん、主人公はね、うん、何だったんだお前。勝負あり。
160。え、これ、いくつ？ A ランク、まあ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 悪くなかった。正直悪くなかったかなっていう感想があるな。正直、スペシャルカード全然僕わかんなかったから、A ランク、しかもやられてないんだよね。やられてたら B ランクになってるからね。キングレオ、あれ？合体モンスターじゃないんだ。え、あれ？お前、え、あ、え、お、え？合体モンスターじゃなかったっけ、お前。誰？はい、というわけで、ドラゴンクエストね、4のレジェンドクエスト、無事クリアすることで受けました。はい。まあ、後半になっていく方が簡単だったような印象があるんですけど、中盤のなんかもうドラマは個人的にもう、涙なしには、いや、涙はないよ。でも、すごかったよ。中盤のドラマはね、個人的に神回レベルですね。はい。あれは額縁に入れて飾りたいと思います。あのさんもね、ちょっと額縁に入れたいと思います。やっぱ諦めないって大事なんですね。ああ。モンバトにおいては諦めません。ポケモンとかはすぐ諦めます。はい、というわけでね、今回はレジェンドクエスト4無事クリアすることができました。意外と短かったね。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。